なぜパドレスが松井裕樹を獲得したのか。松井は今季パドレスを FA となるジョシュ・ヘイダーの後釜としてですね、パドレスから大きな期待がかかり契約合意に至りました。まずパドレスが松井裕樹に対して評価をした部分は、リリーバーとしての圧倒的な三振率、いわゆる K パーセントの指標です。そして1イニングでの防御率、 ERA のデータです。パドレスが松井を注目していたのは、この過去3シーズンの数字をもとに大きく評価をしました。今季松井の三振率 K パーセントは 32.4% になります。単純計算ですが、3人に1人は三振を記録している仕様となります。例えば横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明投手、2018年2019年はですね、セーブ王に2年連続でタイトルを獲得した年ですけども、その時の三振率は 25% だったんですね。この 25% と松井の 32.4% のこのリリーバークローザーとしての指標がアメリカパドレスが評価した部分でしょう。キャリアを通算しても松井はですね 31.9% とですね、非常に高い三振率 K% を誇っています。